初心に帰れよ。なんで初心に帰れって。ゲームやれってこと？やだよ。ゲーム配信ってお前ら見ないだろう。まあ、初心に帰れよとか言う割には見ないんだよな、ゲーム配信の。いや、2位やでてそんな始まったばっかじゃん。こっからもしふわっち学園が上がんなくなったら終わりだからね。ふわっち学園。あ、トマト焼きそばありがとうございます。黒板ありがとうございます。もんじょのゲームワークは閲覧4000だぞ、時代はゲームだ。それはだからさ、ファンがいるからでしょ、根強い。俺にはいないじゃん、ファンが。こんな閲覧300人で。それいれば、それはね、ファンがいれば、ゲームやったって減らないよ。うん、あ、ニコアリザス。ありがとうございます。あげこの方、いつもありがとうございます。助けて、ほんと助けてください。ほんとね、もう40万なくなってさ、どうしようかと、路頭に迷ってますよ俺、路頭に。貯金ないっすよ、もう。だからほんとね、脱税配信者が羨ましいよ。だって払ってんのってあれでしょ、年金と国保だけでしょ。年金1万6000のさ、国保4500円のさ、2万円でしょ、毎月あって。下手したら1万6000も払ってないんじゃない、脱税配信者。よっさんのお礼メッセージ嬉しかった、ありがとう。いや、こちらこそありがとうございます。はい、感じの方いつもありがとうございます。まあ、ちお礼メッセージは全員にあげてるんですよ。うん。ああ、10個出す。10個ありがとう。ありがとうございます。開かなかった。あ、5個ありがとうございます。漢字の方、5個ありがとうございます。うん。あ、カタカナの方、ありがとうございます。10個。ありがとうございます。あ、ふわっち学園10個ありがとうございます。漢字の方、20個ありがとうございます。ありがとうございます。ああ、10回です。漢字の方。ありがとうございます。ああ、花系さん。いつ、俺も貯金ないっす。貯金ないっす、俺も。ああ、10回です。漢字の方です。10回です。ありがとうございます。ああ、10回です。漢字の方です。ほんと50個ぐらい。ありがとうございます。50回です。ああ、60回です。60回です。倍が出ないですね。うん。倍がなかなか出ない。取り返せてないよ。取り返せない、これ。ああ、100回出す。ファンタスティック。20倍5借り出す、100個。1% ですよ、これ。おめでとう、1% ですよ、これ。すごいことですよ、これ、20倍。100回中1回しか出ないですからね、20倍は。あ、ミントさんあり出す、黒板。いや、3000万もあったら、こんなへこまないよ。マジで、もう、俺ね、ほんと金がないの。うん。まず今年、あと取られる税金が、まず所得、違う、所得税はもう払ったから、
あと住民税と予定納税と国民健康保険と年金。年金もさ、30万差し押さえられる前に取ったけどさ。いや、還付金ももらっちゃった40万。もう使っちゃったよ、競馬で。とっくに。4月30日に還付金43万入ってきたんだけど、競馬でなくなりました、全部。もう。な、1ヶ月ぐらいなくなるわ。1ヶ月も3日、3週間ぐらいなくなったわな。じゃあもう金がないんだよ。で、この後住民税が69万きます。いつだったっけ？夏ぐらいだっけ？あれ。確か。4月は、自動車税とか来ました。自動車税とか、固定資産税とかを払うんだよ。4月は。で、多分6月ぐらいに、住民税が来るから。給付金とかさ、そういうのは全くね、遅いのに、ね、税金の徴収だけはさ、早いよな、本当に。ランハゲは単勝500円。500円じゃなくて2万ぐらいでしょ。2万とかうちいらないでしょ。ね、ギャンブルで。負けと一緒だよね、2万円買ったって。いや、俺は固定資産税払ってないけど、4月は固定資産税とか払わなくちゃいけないんだよ。ある人は。金がないのに毎週、いや、なくても、なんとかひねり出してやってるのよ。毎週毎週俺が。もうお金ないんだけどね。結果論ですよ、単勝10万。かけるわけないじゃん、ダノンキングに10万なんて。頭いかれてるやつしか買えないよ。あんなの。そう、だから結局ね、月80万、100万負けてるから、競馬でね。頭おかしいよね。収入の全部を使って、税金だけ赤字なんだよ、だから。で、先月より100万稼いだけど、105、6万かな？収入、月収が。それを全部使ってることになるから、競馬で。ねえ、くだ。もう、ねえ、本当に、